ですね、竹をあのブドウの、支えるこの、柿として使いますので、竹を持ってきたいと思います。2番目の別の圃場にありますので、そちらに今から取りに行っていきます。戸田果樹園ではブドウを植えた際の支柱を竹を使っております。ない方は、ホームセンターなどでもあの緑色のこの支柱が売っておりますし、あのブドウのが風や、何かの衝撃で、倒れないようにするため の、 あの支える柱ですので、大容物でも、この木が、例年弱ってるところは、うちの場合だとこういうふうに紐をつけています。で、目印をつけておいて、まあ、回植するというような形で。深さ30センチほどの穴掘りをしていきました。苗が水曜日届くので、またこの状態に置いておいて、ちょっと真ん中が、平地なので、盛り土をして、こう隆起させてですね、こう根が下に張っていけるように、